気がついたら今僕はここにいた。砂浜が見えております。やっぱりここは南国なんですね。海に行くとね、海も空も青くてですね。でもね、こういうね、石垣のね、手作りのね、港みたいなところがあるっていうところがここの特徴なんですね。石のお金とかね、石に関してはね、伝統があるようでございます。綺麗な砂浜、誰もいませんね。ちょっと水は汚れて濁っているのかな。気がついたら今僕はここにいた。ミクロネシア連邦というね、国なのかな、国があるんですね。中は4つのね、州に分かれております。今回訪れたのはヤップ州でございます。ヤップ州にもいろんな島があります。今回訪れたのはヤップ州のヤップ島ですね。そこの市街地はコロニアという場所でございます。日本列島から見たらこんな距離感のところにありますね。これがヤップ島でございます。そして今回から滞在するところはね、再びここに、戻ってきましたね。ワニーアンというところでございます。